フランツ・トストは F1 との関係を保ちつつ、レッドブルの2つのチームのコンサルタントとしての役割を維持しようとしている。オーストリア出身の67歳の彼は、長らくアルファタウリのチーム代表を務めてきたが、新たな経営陣であるローラン・メキースとピーター・バイエルが後任になりました。ただし、レッドブルの F1 トップコンサルタントであるヘルムート・マルコ博士は、引退してもトストとの関係を継続したいとの意向を示している。はい、これに関する議論は、 1>, 1月15日に行われますとトストは述べ、その後、私がレッドブルでどのように働き続けるかがわかるだろう。基本的に、私は常にモータースポーツと関わり続けるつもりなので、コンサルティング的な役割を担うことは間違いなく想像できるとも語った。一方で、新しいパートタイムの役割とテレビの評論家としての仕事を組み合わせる可能性には否定的で、それは間違いなく私の好みではないとトストは主張。 政治的な回答を求められることや、はっきりと意見を述べることが求められる状況には適していないと考えているようだ。ガルフ・シューマッハは、普通の人には、はっきり言いすぎる。そして、私は、もっと過激になるだろうと、トストは微笑んだ。コメント、アルファタウリを退任したトストさん。F1 でのコンサルタントを希望しているとか。もうすぐ決まりそうですね。マルコも押していますから決まるんじゃないですかね。